ヒゴシクロハワイミツイは、スズメモク、フサミツスイカに属する鳥類の一種であり、全滅種である。ハワイ島の固有種で、花の蜜を吸って暮らしていた。全長は10から12センチメートルで、体の大部分は黒色だった。おはや下腹部が黄色。目は黒く、妖怪は茶色だったという。くちばしは長く曲がっていて、溝隠し属の花の蜜しか吸えなかった。 キゴシクロハワイミツスイはハワイでは必要不可欠な存在だった。鮮やかな黄色の羽はケープに使われるため毎年数千羽単位で捕獲された。あのカメハメハ一世のケープはキゴシクロハワイミツスイを8万羽も捕らえてケープを作ったというヨーロッパからの入植者たちが絶滅に追いやった。原因の一つに この種の最大の欠点は、餌にしている花の蜜は単に溝隠し族の花しか、吸わないため、その花が農地を作るために森林を開発されたら、生きていけなくなった。牛が地上に生えている草地を踏みつけて、植物を食い尽くした。そして、人間が持ち込んだ猫に捕食されたことと、蚊が鳥に移るマラリアと、トリッポックスなどの伝染病も、この種の絶滅をさらに早めた。 1898年に最後の答えが記録された。ありがとうございます。